それでは今回は酸化と還元について面白い実験をクラレ先生にやっていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、酸化と還元って言いますと、はい、まあなんかその中学とか、まあ、高校とかでは、うん、まあ、その酸素の受け渡しですね、うんうん、でその、まあ、酸素を、まあ、与える方が、酸化、はい、で、その与えたその逆ですね、それを還元というふうなので、うん、はい、酸化が起きている時は必ず還元も同時に起きているわけですけれど、はいはい、まあ、基本的にその何かが物が燃焼するときに、うん、まあ、燃焼し終わったガスというふうなんで、まあ、よくあるというと、はい、二酸化炭素ですかね。そうですよね、うん、だから二酸化炭素というのは物が燃え終わった後のガスであって、うんうんうん、その二酸化炭素の中に、例えば燃えたろうそくを入れてみると、うん、どうなりますか。消えます。消えますよね、はい、うん、まあ、ここ今中に二酸化炭素が入ってまして、はい、ここにじゃあろうそくがあるので、まあ、一応確認したいと思います。はい、はい、やってみましょう。はい、ろうそくに火をつけ、はい、ろうそくに火をつけます、はい、これ今火がついています。この中に今二酸化炭素が充填されているので、うん、この二酸化炭素の中に、入れますね。はい、うん、はい、消えましたね、はい、もう口のところで消えちゃいましたね、はい、もうふわっと消えましたね、はい、つまり二酸化炭素の中でろうそくは燃えない、うん、まあ、火は消えるなんですけれど、はい、その燃えるものというのは今これが炭化水素、いわゆるその、まあ、ろうそくのろうですね、うん、が燃えるときにはその炭化水素が二酸化炭素になるために、うん、その空気中の今酸素が必要なわけですから、はい、あれなんですけれど、うん、それがもう酸素を持ってくる力がより強ければ、うん、そのいわゆる二酸化炭素から酸素を引き抜くことができる。お、うん、普通はできないんですよね。普通はできない。それができるのが、うん、はい、このマグネシウムですね。お、マグネシウム、そんな力が、はい、マグネシウムの金属ですね。でマグネシウム、うん、金属マグネシウムが燃焼する時 そのエネルギーっていうのは非常に高いので、はい、マグネシウムが酸化マグネシウムになりたいエネルギーっていうのが、うん、そのあれですね、二酸化炭素からも、酸素を奪えるぐらいの力があるという感じですね。マグネシウムが、まあ、そのあれですね、二酸化炭素の中で燃えることができる、おー、すごい、っていうのを実際に試してみたいと思います。なるほど、はい、はい、こちらに、ドライアイスと、はい、ドライアイスは耐火レンガの上に、ドライアイスを置きました、はいはい、でドライアイスにこの、金属マグネシウムの粉を、うん、まあ、適量入れます。真ん中にくぼみがあるんですね。真ん中にくぼみ作ってあります、はい、はい、ちょっと念のためにね、金属消火器も用意して、はい、おお、すごい、はい、万全の体制で、そうですね、やっていきましょうか。はい、はい、いきたいと思います。じゃあここに、その金属マグネシウムの粉が真ん中に入っています、はい、で、そこの真ん中に、あれです、その粉の真ん中に、マグネシウムリボンですね、はいはい、が、まあ、なんか導火線というふうな感じで、はい、立てられています、はい、こちらに着火して、しばらく、まあ、火が入っていったところで、うん、ドライアイスで蓋をすると、はい、もう中は完全に酸素がない状態になりますよね、はい、なのに、このドライマグネシウムが燃えるのかどうか。なるほど、うん、普通だったら燃えることはできないですもんね、はい、そうですね、燃えないような気がしますけれど、はい、まあ、二酸化炭素の中に燃えているものを入れると炎が消えるはずなんですけれど、はい、マグネシウムはそれを超えることができるのか。できる。なるほど、はい、はい、じゃあ行きましょうか。やってみたいと思います、はい、おお、お、あ、もう閉めてください。もういいですか。はい、ほい、お、きた、お、お、お、あ、いいですね。お、完璧ですね。なんかこのランプは癒されるというか、ちょっと癒し系の色になってますね、はいはいはい、よく燃えてますね、はい、これ中でマグネシウムが燃え続けてる。そうですね、マグネシウムが、その二酸化炭素から、はい、ドライアイスの二酸化炭素から酸素を奪い取って、うん、はい、で酸化マグネシウムになるっていう、へ、燃焼ですね。すごい、だ酸素がないのに燃焼している。なるほど、なるほど、うん、まあ、つまりマグネシウムが酸化してるわけですけれど、その時にはもうその酸素からあれですね、空気中の酸素は必要なくて、うん、横にある酸素だったら何でも奪うみたいな。うわ、だから例えばマグネシウムが火災になってるところに、うん、燃えて火災が起きてるところとかに水をかけると同じようなことが起きるわけです、ね、うん、
だからその金属火災に、はい、基本的に、まあ、水をかけてはいけないっていうのはその辺でもありますね。水の H2O の O を自分で取ってきちゃうってことですか。そうですね。なるほど。で残ったのが H ですから、はい、もう爆発するしかない。そういうことですね。やば、はい。じゃあこれは入っているマグネシウムが酸化マグネシウムになるまでは一応光ってるっていう。そうですね。だからもうずっと今光ってますよね。結構長い間光りますね。すごいですね。でドライアイスの二酸化炭素から酸素取っちゃうってことは、はい、残りは炭素が残るんですか。そういうことですね。うーん、酸化マグネシウムと炭素ですね。へえ、はい、酸化マグネシウムが中に残ってるんですね。さらに、はい、終わりましたね。おお、じゃあ中どうなってるかちょっと見てみましょう、はい、反応が終わって中はおお、すごい黒い、あ、表面は白いですけど、すごい深なものが出来上がりましたね。ね、もう硬い、あ、意外と硬いんですね。意外と硬い、なんかできてますね。出来上がりました。はい、まあ、これが、まあ、今砕くと、まあ、炭素ですよね。炭素、真っ黒ですね。で、まあ、これ酸化マグネシウムが今入っているので、はい、例えば酸化マグネシウムは例えば塩酸とかそういうの酸には溶けるので、はい、それを溶かすと、それは水に溶けますよね、はい、で、この残っているのは、うん、いわゆるもう純炭素です。おー、だからドライアイスから純炭素を作ることができた。すご、逆に言うとそのドライアイスっていうのは CO2 二酸化炭素ですから、はいはい、そこに C が入っているっていうことの証明にもなる。なるほど、なるほど。はい、今はこれまだ酸化マグネシウムと炭素の混合物ですから。あ、混合物ですね。まあ、酸化マグネシウムをいやあれですね、酸で除去すると、うんうん、まあ、純粋な炭素が出る。おお、ドライアイスから炭素を取り出すことができるっていう。はい、だから、まあ、ドライアイスがあれですよね、こんな気体なのに炭が中にいるっていうのはちょっと面白いですよね。ね、意外ですよね、うん、成功しましたね。はい、成功しました。成功しました。大変でした。ここに、まあ、ちょうど塩酸がありますので、はいはいはい、まあ、せっかくなので純粋な炭素がどれになるかというのをですね、入れてみましょう。酸化マグネシウムは塩酸と反応するので、はい、うん、入れます。はい、おお、酸化マグネシウムが溶けていくのが、まあ、反応自体はすごく地味なのでゆっくり混ぜると、はい、溶けてもやもやもやと。あ、本当だ、周りの白いところがよく溶けて。そうですね。で、多分この真っ黒な粉にだけ残ると。はい、これで、今あれですね、酸化マグネシウムはこの塩酸の中に溶けた状態になっているので、うんうん、そう考えるとここに残っている黒い物体は、まあ、全部炭素である。炭素、うん、おー、でこの炭素は一体どこから来たかというと、さっきの二酸化炭素ドライアイスから、はい、うん、つまりドライアイスを完全な炭にすることが、うん、ができたと、成功しましたと言えるわけですね。なので、まあ、なんかね、化学っていう風なものはこう目に見えないところで、うん、そういう風な CO2 ってなんとなく言うとなんか気体ですけど、うん、まあ、固体になってるドライアイスが、まあ、炭にもなるっていう風に見ると、まあ、面白いですよね、うん。